君がのんきに寝ている間に、仲間は私がやっつけさせていただいたよ。どこへ向かえばいいかな次。あ、キツネか。何がおるんかと一瞬思ったけど。じゃあちょっと高いところから見回してみて、どっか行けそうなとこあったら行こっか。この塔はとりあえず、今は無理。でももうちょっと妖精がおったら、あのガーディアンやっつけれたんじゃない？あれでもなんか最初の頃さ、ガーディアンとか全然攻撃できんかった気がするけど、それは何？成長したってこと？ほら、ハイラル城めっちゃ近いやん。危ない危ない。まだまだガノンに挑む時じゃないよ。まだまだガノンに挑む時じゃないよ。何これ？なんか橋かかっとるけど。あ、ここは何？ちょっと行ってみようか。好奇心でちょっと。うわぁ、びっくりした。モリブリンとか久々。超久々。なにここ。ちょ、両手剣重いけど。はい。あ、ここもしかして集落ですか？トゲモリブリンバット、え、強っ。改良されたモリブリンの両手武器。殴りつける面に動物の骨がくくりつけられており、相手に与えるダメージが格段に高まった。もらってくね、これ。あれ？別に集落なわけじゃないんか。宝箱とかありそうな雰囲気を漂わせつつ何もない。あれかな？なんか渡っていった先に何かしらあるんかな？じゃあとりあえず、リモコン爆弾。渡っていった先に、ボコブリンがおるとかそういう感じじゃない？違うかな？なんか、チュチュ出てきましたけど。あ、ほら、なんかおる。やっぱり、ボコブリンや、ボコブリン。ヘイヘイ。あ、ちょっとそれリーチ長いやつね。やめて。パシーン！いい音したね。これ下さ、泳ぎよるの全部敵じゃないの。でもってそこに。お！朽ちた千年樹。へぇー。ヘイ。お、落ちてった、落ちてった。はい。パシーン。めっちゃいい音するやんね。トゲボコ弓ゲット。お、これ何？火炎の体験。いにしえの時代にゴロンの鍛冶職人がデスマウンテンの炎を使って鍛えたと言われている魔法の剣。刀身が赤く輝いている時に震えば炎を吹き出す。え、すげえ。絶対いるやろ、それ。じゃあとりあえず、ガーディアンランスいらんかな。へい。何この辺。これも武器？何の武器？ちょっとわからんけど、とりあえず兵士の両手剣をこの辺に捨てての、あれ別に何もない。ガーディアンランスかい。ちょっと待って、ガーディアンランスやったらちょっとこれ捨てて、兵士の両手剣の方が。この辺別に拾えるもん何もないん？ハエが飛び寄るだけ？まあ、とりあえずあの火炎の体験やっけ？なんだあれ？リザルフォスかな？いや違う？わからん。何かわからんけど。まあ、とりあえずこの剣を守り寄ったわけやね。ここのボコブリンたちは。ふんふん。ゲットできた。次はあそこの塔かな？目指すのは。ゴロン族か。てか、この火炎の体現、あそこに敵おる、もしかして、イノシシか。いや、モリブリンが寝ているな。君がのんきに寝ている間に、仲間は私がやっつけさせていただいたよ。ちょっと遠かったけど、あっこの離れたとこにある塔を目指していこうか。ん？あっこに祠もあるね。ってことはあの二つを狙ってっていうか、あの二つを目指していけばいいかな。
え、アコは大丈夫なんだろうね。ガーディアンとかおらんよね。なんかガーディアンとか見かけたの久しぶりすぎて。こっちの方ってあれなんやない？ん？あれは？あ、なんかあっこの上にクリアした祠があるね。あ、こっちの方とかも来とるんや。でもここだけクリアしてなかったんやね。じゃあそこ目指してく。行こう行こう。何ここ？なんかちょっとした森みたいなのあるんやけど。普通に何もないんかな。なんかさ、ん？ホタルか。あ、びっくりした。骨もリブリン出てきた。ちょ、やっぱ両手剣重いわ。あ、これで、ちょっと待って、頭、頭。はい。よいしょ、オッケー。トゲもリブリン槍。角を持った動物の骨を相当としてくくりつけたモリブリンの槍。雑な作りだが、鋭い角の一つはあまりにバカにできない貫通力を持つ。へえ。でも攻撃力弱いや。この辺のだけ取ってくね。あれは、ゴブリン集落っていうほどではないね。もう別に何もなさげやけん、あれは置いとくか。あれ何？これハイラル城じゃない？違う？え、あれハイラル城じゃないよね。よね、別にバルッタの光線とかでよらんけん大丈夫よね。グリオーバス。なんかあれはね、まだまだ、一応やっつけとくか。なんかまだまだ来てない場所とかそういうのいろいろあるんやな。もうこの辺のさ、黒いボコブリンとかも結構余裕な感じ。なんだなんだ、矢で撃ってきてんじゃねえぞ。ねえ、前までこの辺のさ、黒ボコブリンにすごい苦労させられよったけど、もう全然大丈夫です私。あ、骨出てきた。なんなら骨モリブリンの方がちょっと、はっ。まあでも骨はね、一回叩いたらあとはもう頭だけやけん。モリブリンの骨、腕だけになっても動き続けているモリブリンの骨。長くて太い骨は武器として使うに十分な打撃力を持つが、非常にもろく壊れやすい。でもすごいね、モリブリンになったら骨でも15もダメージじゃないわ、15も攻撃力があるよ。普通にトゲボココンボとかに比べたら全然いいやんねん。でもやっつけたけどさ、あ、矢はちょっと回収しとかんとね。あと食料、旅人の盾。この辺のは何これ、旅人の剣さ、探してなかった？探してたよね、あの男の子が。じゃあこの辺のそっと破壊する。あ、あれか。ん？チュチュゼリー出てきたし。ここのもそっと破壊する。何か知らないの？なんか守ってたものとかさ。お、炎の矢出てきたやん。やった。やったね。あとは？これは？宝箱じゃないの？これ引き抜いたりとかできんの？違う違う。はっ、ほら出てきた。こんなこともあるんや。紫ルピー、イエーイ、おっかねーぐらいかな。ってことでちょっと旅人の剣、これ多分ね、あのミニチャレンジで、男の子がさ、メインチャレンジじゃないわ、ミニチャレンジ、これ幼き武器マニア。ほら、旅人の剣を見つけたら持っていこう。これのために他の武器を捨てるというのがすげえなんかもったいないな。あ、でも兵士の両手剣ちょっといらんかな、邪魔かな。てかどうせ壊れたし。旅人の剣。弱っ。弱いけど、まあ壊したらいかんけん、とりあえず。
降臨の槍、ゾーラの体験。これも体験か。まあ、とりあえずあっちの何が動きよんかと思ってん。祠と塔をクリアしたら一旦果ての村の方に飛んでいこうか。飛んでいってあの武器を見せてちょっとミニチャレンジクリアしとこう。ホタルめっちゃおるーって言っても別にそんないらんか、別に別にいらんか。静かホタル。お、来たよ来たよ。あ、ミファーの祈りがちょっとバルッタの足のあたりまで回復したさあ、祠まであと少し。あ、人が襲われるよ、あれ。助けてくれー、ボコブリン、おい、ボコブリン、おい。てや、ゾーラの体験もね、やっぱ体験やけんちゃ遅いんよね。よし、オッケー。お、旅人さん無事。ほっ、もうダメかと思ったさ。俺は貧しくて大したものは持ってないが、これは気持ちだ。受け取ってくれさ。妖精の力水、何それ。妖精の不思議な力が詰まった強力な回復薬。ふんわりと甘い香りがする。ありがとう。笑うなら笑いさ。量なんか、魚なんか取れなくたって、俺はお金を稼いでやるさ。何の話だ。そんなこと聞いてないぞ、私は。琥珀ゲット。こういうところには宝物があるって前誰か言おったもんね。あれ、馬宿じゃね。またしても馬宿にたどり着いたよ、私。あれは、あの、誰やっけ、ボックリンはこっちの方におらんのかな。多分私これあれやろ、北の方に動いてきてないんかな。わからんわからん。あ、なるほど、馬宿の近くで、あっこに祠があるわけだ。お兄さん、あんたリトの村に行きたいんだろ。だったら道なりに来た。タバンタ返境を目指せ。ただしガーディアンに会いたくなかったら東から迂回した方が利口かもな、ところで話は変わるが、最近は冒険のための装備を売って歩いてる。用心棒だけじゃ食っていけなくてね。なるほど、どんな無理よ。矢ばっかりですまんが、あればあるほど嬉しいのが矢というものだ。あ、なるほど、矢ね。ふんふんふん、まあいいよ。今は準備は万端か。オッケー、またな。へえ、こっちの方向って、リタの村の近くなんや。平原外れの馬宿。ほうほう。この辺なんか落ちてないの？ないんか。ないんか。馬宿いっぱいあるね。ん？何ゴロゴロ転がってんのよ、犬。なんかいろんなことするんやね、犬も。面白いわ。木こりの斧。鎧装。この辺超伐採されとんやけど、なんかお姉さん何してるの。うふふ、やっと来たのね。誰、この木の下で勇者様に会えるって噂本当だったんだわ。勇者ですけど、まあやっぱりあなたなのね。って騙されないわよ。勇者様は伝説の剣を持ってるって話知ってる。あなた持ってないじゃない。旅の途中で伝説の剣を持つという勇士様に出会ったら、私はここで待ってるって伝えてね。知らんわ。私の勇者様、あなたのではないです。とりあえず、お、ここにも歓喜さん。この馬宿は崖に囲まれて、いまいちピンとくる景色がないな。いや、また会ったな。君の旅の途中かね。私もずっとあちこち旅をしているのでな。また教えてやれる場所があるかもしれんぞ。もし見てほしい絵があれば出してみなさい。ほい。ああ、この馬の像か。これはサーディン公園跡だな。ここからは北西にあるサルファの丘に公園の跡がある。そこに馬の像もあるぞ。私は絵が専門だが、あの像は素晴らしいものだ。一度見に行ってみるといい。なるほど。あ、一応何かしら描いとんやね。景色を描いてんの？木しかないけど。このおじさんさっきまでおった？はぁ、あ。
らっしゃいませ。元気ないね。わかるっすか。俺、馬が好きで、馬宿協会に就職したんすね。配属されたのがこんな田舎なのは我慢できるんすけど。昼も夜も働きっぱなしで、もうフラフラっすよ。あ、でも忙しいんや。いいやん。大変っすね。せめて肉でも食えたらいいんすけど、この馬宿の飯ときたら野菜ばっかりなんすよ。あー、それはちょっとあれかな。あー、借りたて生の極上獣肉、久しぶりに食いてっす。肉食系男子。生の極上獣肉なんか私多分取ったこともねえや。あ、おじさん。旅のお方、そなたは白馬を見たことはありますかな？サルファのおかげで王家の白馬を見たという話を昔わしのおじいちゃんから聞いたんじゃが、少し前、ここに来た客の話によると、最近もサルファのおかげで白馬を見かけたそうなんじゃ。ひょっとしたらおじいちゃんの言っておった王家の白馬の子孫かもしれんの。そなた、旅の途中でもし白馬を見つけたら、わしのところまで連れてきてもらえんじゃろうか。任せて。ありがとう。白馬を見つけたら所有馬にして、わしのところに連れてきてほしいのじゃ。サルファの丘にいるという白馬は、毛並みにムラがない美しい真っ白な馬で、いつも他の馬の群れとは少し離れたところにいたそうじゃ。では、頼みましたぞ。ほうほう。なんだか、ミニチャレンジが増えてきたな。噂のミツバちゃん、ボリューム3。過去も未来も噂解きミツバやで。みんな今も噂してる？今回に気になる噂はこれ。怪奇、妖怪コログ。草木も眠る牛蜜時は関係ないらしいけど、石の下とか、偏僻な場所とか、怪しそうな場所に、なんやコロッとした妖怪みたいなのが隠れとるっちゅう噂やで。ミツバおすすめだ。星3つ。妖怪扱いされとるよ、コログの妖精。妖精なのに。なにこれ、ちょっと美味しそう。なにクレープっぽい感じ？でも材料がいまいちわかんねえよ。卵とミルクかな？蜂蜜とお米。お米？クレープやんね、あれ。あと一個あれなんだ？よくわかんねえわ。わかるようにしてよ。なんか尻尾追いかけ出したよ、犬。いろんな行動するんやね。とりあえずここで、休んでおきましょう。いらっしゃいませ。お泊まりですか？普通のベッドなら20ルピー、ふかふかベッドなら40ルピーになります。じゃあ普通のベッドで。いつまで寝られますか？朝まで。ではごゆっくり。おはようございます。よく眠れましたか？それでは行ってらっしゃいませ。ほいほい。ん？誰か座っとる？なんかめっちゃ寝よるけど。たくさん野菜を食べてね。むにゃむにゃ。ほう、めっちゃ寝ぼけてますけど。あ、ここにもちゃんと子供おったんやん。お腹いっぱい、むにゃむにゃ。親子かな。え、あの子供は一体どこにおったんやろ。起こす。あら、私の勇士様に会えたかしら。あ、この人か。伝説の剣って、どこかの森に眠っていて、勇士様にしか引き抜けないそうよ。あー、早く会いたいな。寝起きでもご機嫌だな。早く私の勇士様を見つけてきてね。ほうほう。まあ私なんだけど、あなたの勇者様ではないけどな。あ、今から書き出すの？さあ、それじゃあ私はちょっと、お、旅人やない。朝は気持ちいい。君ならすでにしてそうだけど、夜にだけ現れる魔物がいるんだよね。骨の魔物やコウモリの魔物。普通の感覚なら会いたくない奴らばかりさ。まあね、会いたくはないね。やー、旅の方ね、ようこそ馬屋で、ゆっくりしていってね。もし馬お持ちでしたら、馬の装備や縦紙の変更をしてあげますわ。どうぞ、ここに相場を連れてきてくださいな。了解。まあ、とりあえず、これは松明か。とりあえず、この上の、祠と塔を目指して行こうかな。え、この上にあったよね、確か。え、違わんよね。どこだい？まあ、多分この上だろう。ということで、とりあえず、見晴らしのいい上へ上がっていく。あ、あったあった。あったよ、あったよ。さあ、何の祠？ルヨタウの祠。今度どんな感じかな。またあれかな、パズル的な感じかな。早
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。